えのきじょうじのぐるるる番開運御朱印めぐり第94弾下野の国一宮二荒山神社参拝の巻。全国の神社ファンの皆さん、そして御朱印ニストの皆さん、こんにちは、えのきじょうじです。本日はですね、日光二荒山神社というところに来ております。いや、ここすごいですよ。見てください。もうね、そこら中にね、御神木レベルの、巨大な木がたくさんあるわけですけれどもね、もうとても高まっております。楽しみですね。それでは早速参拝の方行きたいと思います。イエーイ。日光二荒山神社。栃木県は日光市に鎮座する下野の国一宮。鳥居をくぐってまず出迎えてくれるのがこの縁結びの御神木。ここにはたくさんの御神木があるということでも知られている。すごいね。関東平野北部で日光連山の主峰、日光三山を御神体としている神社。正式名称は二荒山神社だが、宇都宮市にある二荒山神社との区別のため、地名を伏して日光二荒山神社と称している。神後慶雲元年767年に下野の国の僧正道上人が二荒山の神を祀る祠を建てたのが創建で、延暦元年782年には正道上人が二荒山徒長に成功し、奥宮を建て二荒修験の基礎を築き、神仏集合の霊場として栄えたと伝えられている。また古くは日光三社権現と称されており、別宮が2社存在する。本宮神社、滝の王神社で、当社とともに日光三社と称され、多くの崇敬を集めている。とにかく、この地に来るだけで、ここが巨大なパワースポットだということがわかる。世界文化遺産となった二荒山神社本殿、現在は改装中で、残念ながら本殿を見ることはできなかった。二荒山神社の御祭神は大名無知の御事、田子姫の御事、アジスキ高彦根の御事、つまり夫婦、そして親子の三つ柱の神を祀っている。御利益は商売繁盛、商運上昇、家運流昇、良縁成就、子授け、安産、そして金運などなど。
縁結びの笹、そして小佐漬け安産の石。人の心を穏やかにする丸石、大黒殿。ここは重要文化財、そして世界遺産に指定されている。さまざまなものが展示されているが、なんといっても一番の目玉といってもいいものがこの宝刀太郎丸。大黒様の内出の小槌、これ結構重たいです。三友神社、ここには少な彦名の御事が祀られている。学問と知恵の神様。日光銭洗弁天、芸能、福徳、財運の御神徳がある弁財天。二羅霊泉、この湧き水は本殿裏にある霊山の洞窟の湧き水で、神の御神徳が宿りし泉と言われている。薬師霊水としては目の病に効くと言われ、また酒の泉とも言われ、良い酒ができると言われている。そして古くから若返りの水、知恵がつく水とも言われ、えのき成就もいただいてきました。とても冷たくて美味しかったです。ご神木、体内くぐり、樹齢550年の木のパワーを体感できる。ありませんからね、普段ね。通りました。日光連山妖拝所、ここには南大山、女峰山、太郎山などに見立てた小さな山がある。いつかこの山々に参拝しに行きたいものです。南大山の山頂にそびえ立つ大剣も再現されている。実に美しいですね。この剣に映った自分を写真に撮り、携帯の待ち受け画面にすると御神徳を得られるとか。小さなハートの形をした絵馬に願い事を書き、ハートの的に投げるという珍しい恋愛祈願。一通り参拝を済ませたら、次はいよいよ御朱印。御朱印所は16時半までです。はい、参拝の方終了いたしました。とてもいい神社です。もうこれもうでかい声で言いたいですね。とてもいい神社でした。いやもうね、本当にあの緑がたくさんある神社、木がねとにかくすごいですね。あの、ご神木だらけなんですよ、本当に。本当、綱の張ったご神木があちこちあって、あとはね、中にある、境内社になりますけれども、これがまたね、見どころ満載なんですね。一番はやっぱり、剣じゃないですか？剣にね、こう、
自分を写して写真を撮るといいなんていうふうにね、書いてありましたけれども、もうねここはね何度でも来たいですね。もう今のところもう本当にちょっとまた来たい気持ち満載な神社ですね。はい。それからねここは東照宮のすぐ近くにあるんですよ。参道がもうすぐにあっちの方見ていただければわかると思うんですけど、あの鳥居の先がもう東照宮がの先にずーっと行くとあるそうなんですね。矢印が書いてありました。この次は東照宮の会で、お会いしましょう。ぐるるるバーン。次回は日光東照宮へ行きます。御朱印のご紹介はこの後。こちらが二荒山神社の御朱印、なんと11種類あります。初穂料は各500円です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。